皆さんこんばんは。レトロゲーム大好きアルマリコとハルキマリです。さあ本日はですねこちら、青春スキャンダルというゲームで遊んでいきたいと思います。このゲーム、アストロシティミニに入ってて、アーケード版とあと、セガマック3の、バージョンあるんですけど、今回はアーケード版ですね、遊んでいきます。アーケード版めっちゃむずいのよ本当に。この間やっとステージ2まで行ったんですけど、むずいよね。ちょっと久しぶりなんでどこまで行けるかな。何回もこの画面を見ることになると思うんでね、お願いいたします。ちゃ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 、はい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 、包丁に見え、危ないね、調子乗っちゃいましたね今私が。怖い、距離感大事だから。でパンチをしながらでね、ああやって物を落としてくる輩もいるわけですよ。タイミングを見計らいたいのに次々に来てすごく嫌。いっちゃえ、よし完璧、うまくなってる。あ、え今なんか信じられないものが後ろから来たんだけれど、はい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 、お、あ、あーん、むずこんなゲームです。もう一回やろう。慣れるとね結構思い出して、ここはジャンプするとか、その攻略法ね思い出すと思うんだけど、まあ、これこなんてないぐらいむずいんだけどね。さっきなんかさ炎みたいなやつなかった？あ、完璧、よいしょね。あのねお友達を助けたいんだけど、ボロボロすぎるでしょ。もう助けられないな、さよならね。むずいんだって本当に。ただ面白い、なんか癖になっちゃうんだよね。しかもさステージちょっと、1年ぐらい前かなので遊んでるんで動画見ていただけたらと思うんですけど、まさかのね、嘘でしょ、まさかのねステージ2はね時代が時代が超えますからね、時代をね、江戸時代みたいなとこ行ったもんね。で、はい、あれ何本当に危ない、あータイミングをミスった。で助けると私が2人になるっていうところね、ところまでは見せられてよかったわ。これよしいいのか分かんないけどね、危ない、むずすぎる。本当にむずい、全然進まない。もうちょっと攻めてさ、コンティニューの回数を増やしてほしい。よし綺麗。いやー来ない。ただ音楽好きなのよ。音
楽もいいよね。助けて二人で行く。危ない、ごめんね死んじゃった。助けてあげたのにごめん、私の裏切りで申し訳ない。やだ、で、よし、いやこっからがマジで意味わかんないからむずい。何それそっからやりたいのよ。どうしてコンティニューがここのさっぱなからなのよ、マリちゃん。そう、さらわれる恋人がね、マリちゃんっていう名前のところだけが親近感です結構この時代はと多いよね、時代背景なのかわかんないけど、マリちゃんがさらわれることが多い。よし、いいよ、ちゃんとピンクついて。あらやったやー、よかったのに。なんか今だって後ろ戻ろうと思ったら変なポーズしたんだもん。一人になってる。いやここむずいんだよな。あ、こっからじゃん、ラッキー。よし、ここからマジで謎のことが起こるから爆弾、あっ、なんてかわいそうな死に方爆弾に突撃しちゃったよ。はい、ということで久しぶりに遊んでみる青春スキャンダル、いかがだったでしょうか。面白いんだけどね難しいよね。いつか生配信とかでワイワイしながら、まあでも同じ画面ばっかり見せることになるかなと思うんですけどね。今のところステージ2までしかどんなに頑張っても見たことないんで、はい、3とかもねいけたらいいなと思っております。ということで本日は以上、確か3面が最後なんでね、そこまでいけたらもう泣いて喜ぶと思います。ご視聴ありがとうございました。